皆さんこんにちは、ラーユ古生物チャンネルです。今日はどんな古代生物について解説していくの？今日は蝶番目のエドモントサウルスというハドロサウルス科について解説していくのだ。この動画ではエドモントサウルスのミイラについてや、天敵であるあの有名な恐竜につけられた化石などを含め、エドモントサウルスについて詳しく解説されているので、ぜひ見てね。それでは早速解説していくよ。エドモントサウルスはハドロサウルス科の中でも最大級の草食恐竜で、特にエドモントサウルスアネクテンズという種は全長約12メートル、体重 5.6 トンに達し、個体によってはこれ以上にも達しているやつなんかがいたんだ。ちなみに保存状態の良い標本がいくつも見つかっていたり、皮膚の印象や腸の内容物まで確認されているよ。これらは後に解説するので待っていてね。エドモントサウルスはハドロサウルスかといっても、もっと細かく言うと何に分類されるの？それはサウロロフィナエで、別名ハドロサウルス亜科に分類されるとされ、このグループには他にブラキロフォサウルス、マイアサウラ、サウロロフスなどが含まれるのだが、新しい研究で現在ではエドモントサウルスはシャントンモサウルスやケルベロサウルス、ライアンモサウルスなどを含むエドモントサウルス亜科の代表的な属とされているよ。そして昔はいろんなエドモントサウルスがいたが、現在有効な種が2つで、エドモントサウルスベガリスの大駆使とエドモントサウルスアネクテンズだけとされているよ。ちなみになんだけど、この2種って何が違うの？それぞれの違いとしては、エドモントサウルスベガリスは白亜紀後期のカンパニアン紀後期のカナダ、アルバータ州ホース州キャニオン層から知られているが、エドモントサウルスアネクテンズは白亜紀末のマーストリヒチアン紀後期のカナダとアメリカ、サスカチュワン、モンタナ、サウスダコタ、ワイオミングから発見されていること。エドモントサウルスアネクテンズはエドモントサウルスベガリスと比較して、頭骨がより長く低く頑丈でなく、串状のトサカを変えている点で異なっていること。ブレッド・サーマンは両者が同種のオスとメスである可能性を提唱したが、エドモントサウルスベガリスの標本は全てエドモントサウルスアネクテンズよりも古い地層から見つかっていることが違ってくるよ。また生体の推定全長は種によって異なり、9メートルから12メートル、最大で13メートルに達する可能性があり、体重は4トンに及んだんだ。エドモントサウルスアネクテンズは比較的小型とされることが多く、代表的な標本は約8メートルから9メートルだったが、これらは生体の可能性が高いく、実際には12メートル近い大型個体の報告もあるよ。さらにロッキー博物館の研究中の標本からは、エドモントサウルスアネクテンズが最大で15メートルに成長し得た可能性が示唆されているのだ。このサイズは13トンに達したとされる近縁種シャントンモサウルスと類似しているが、これほどの巨体は非常に稀だったと考えられているらしいよ。2022年の研究では、エドモントサウルスアネクテンズの骨組織学と成長に基づき、これまでの大きさの推定が過小または過大だった可能性があると示唆され、完全に成長した生体の全長は最大で11メートルから12メートル、平均的な体重は約 5.6 トンと推定された。ルース・メイソン恐竜採石場などの標本の比較から、最大個体は 6.6 トンから7トンに達した可能性もあるのだ。なんとなくだけど、エドモントサウルスベガリスとエドモントサウルスアネクテンズの違いを知ることができたよ。ありがとう。じゃあここからはエドモントサウルスの2種の違いではなく、生態について解説していくよ。 OK、 お願いするよ。まずエドモントサウルスは平均9メートルから12メートルほどと、史上最大級のハドロサウルス類の一つで、長く平らな尾とアヒルのようなくちばしを持ち、ずんぐりとした体格をしていたのだ。しかしながら前肢は格子ほど頑丈ではないが、立ち上がったり四足歩行するには十分であったよ。生息していた場所はどこらあたりなの？エドモントサウルスが生息していた地域は北米西部全体で、コロラドからアラスカに広がり、沿岸部やエイヤに生息していたと考えられているよ。ちなみに単体で生活していたわけではなく、群れで行動していた証拠もあり、当時はかなりの量のエドモントサウルスの群れが至るところにいたとされているのだ。だがしかし、
エドモントサウルスの生息期間と生息地理的範囲はあのティラノサウルスと重なっており、デンバー自然科学博物館に展示されているエドモントサウルスの生態の標本にはティラノサウルスに噛まれた痕跡が主に見られるよ。その証拠として腰から数えて13番目から17番目の椎骨には動物の右後方からの攻撃と一致する損傷したトゲがあって、1角のトゲは一部が切断されていて他のトゲは屈曲していて、3次は明らかに歯で刺された跡があるのだが尾の先端部の高さは少なくとも 2.9 メートルあり、同じ岩層から発見された獣器薬類でそのような攻撃を行うのに十分な高さがあったのは T.Rex の実であることが知られているため、このエドモントサウルスを襲ったのはティラノサウルスだとする裏付けになっているよ。余談だがこのエドモントサウルスの骨は部分的に治癒しているためティラノサウルスから逃れることに成功しているが、損傷の痕跡が完全に消える前に死亡したことが判明しているのだ。そんなエドモントサウルスたちは襲われ数が減ってももちろん体が大きいことや群れで行動しているのも相まってたくさんの食事をとるため、エドモントサウルスの歯は常に生え変わり数百本の歯が歯槽に収められていたが、実際に使用されていたのはごく一部だったのだ。この構造のことをデンタルバッテリーって言うのよね。そうなのだ。エドモントサウルスはそんなデンタルバッテリーとなっている歯と幅広いくちばしを使い食物を噛み砕いたり小枝から早めを引き剥がしたりしていたと考えられているよ。さらに歯列が顎の外側から奥まっている構造や他の解剖学的特徴からエドモントサウルスはリスなどと同じように頬のような構造を持っており、これによって食物を口の中に保持していたと推測されるんだ。実はエドモントサウルスは高い位置の植物も食べることができ、サイズ的に二足歩行になると採食可能な高さは地表から最大約4メートルほどだったよ。ちなみに1960年から1970年代にはエドモントサウルスのようなハドロサウルス科は水生の恐竜で水中の植物を食べていたり、ジンベエザメみたいに無脊椎動物をろ過摂食していたという説が一般的だったんだ。例えばモリスという学者はそのくちばしの構造から現代のアヒルに似た食性を持つと考えたほどだよ。しかしくちばしの形状がむしろ草食性の亀に近いことから今ではこの説は否定されたのだ。それで後の研究で歯の微細な摩擦痕が発見されたことで、エドモントサウルスは主に草食で杉菜のようなシリカに富む植物や地面の土を摂取していた可能性が示唆されたんだ。ちなみに歯の構造は切断と粉砕の両方に適していたよ。かなりいろいろなことがわかっているんだね。これも多くの状態の良い化石が見つかっただね。そういえば冒頭で話したエドモントサウルスのミイラなどについて話してほしいよ。 OK なのだ。エドモントサウルスのミイラはシテルンバーグ夫妻が収集したものなのだが、研究を進めていくと腸の内容物が含まれていた可能性があると報告したのだ。かなり大発見だね。それでその腸の内容物はどんなものが含まれていたの？確かに大発見ではあるんだけど、チャールズ H シテルンバーグはアメリカ自然史博物館の標本に炭化した腸の内容物が含まれていたと報告しているが、この物質については記載されていなかったり、ゼンケンベルク博物館の標本に残された植物については記載されているものの解釈が困難であることが判明しているのだ。だが死骸から発見された植物には針葉樹のカニンガム、エレガンスの針葉、針葉樹と広葉樹の小枝、そして多数の小さな種子や果実が含まれていたことが分かっているよ。しかしこれもこれらの植物が死後に死骸に流れ込んだ可能性を否定できなかったんだ。なんだ、せっかくの発見なのに曖昧なことしか分かんなかったのか。確かに曖昧かもしれないけど、当時ハドロサウルス科は水生動物であると考えられており、例外ではなくもちろんエドモントサウルスもその説に含まれていたのだが、ミイラ化石の影響でジョン・オストロムがハドロサウルス科が水生であるという古い解釈を再評価する記事の中でこのことを取り上げることになったのだ。彼は
この発見を彗星モデルに適応させようとするのではなく、ハドロサウルス科が陸生の草食動物であったという一連の証拠として使用し、今では彼のハドロサウルス科が陸生動物であるという解釈は一般に受け入れられているよね。じゃあこのミイラ化石はエドモントサウルスの食べ物の正体を知る手がかりにはあまりならなかったが、この恐竜が所属しているハドロサウルス科全体の研究には大いに貢献したのね。まあミイラ化石は他の部分でも重要視されてるので一概には言えないけど、少なからず研究には大いに貢献したよね。ということで今回はエドモントサウルスの解説でした。今回の解説で古生物学に興味を持っていただけたら幸いです。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。